どうもこんにちは。今回はリアバンパーを作っていきます。っていうか寒い。今朝の6時過ぎなんですけど、気温13度で、朝早朝のこの涼しさというよりはもう寒さになってきました。ちょっと寒いぐらいのうちにね、体を動かして温まるぐらいのうちに作業を進めていきます。作業の前にあまりに朝の空気が気持ちよかったので久しぶりにドローンを飛ばしてきました。朝日がこの山に当たる感じがすごい気持ちいいです。はい、久しぶりのドローンが楽しくてしばらく空中散歩していましたが作業開始です。リアバンパーを開始する前にまずはこのタイヤですね。このタイヤだと全然雰囲気がつかめないので本ちゃんタイヤに交換していきます。今まで2本しか組んでなかったんですがもう2本組んできて初めて4本履きます。これがねなかなか重たいんですよ。はい、タイヤ変えるとやっぱどっしり感出てかっこよくなりますね。こっちのホイールだとなんか空飛びそうなぐらいなフェンダーだったんですけど、本ちゃん履くといい感じです。はい、タイヤをつけたらトルクレンチっていうことでちょっとだけ商品紹介させてください。トルクレンチの紹介です。ちなみに僕が今まで使ってたのはアストロ製のやつで、30ニュートンから180ニュートンまでのトルクレンチですが、今回送っていただいたのは20ニュートンから220ニュートンまでの幅が広いモデルになります。で、2分の1と8分の3と2本送っていただきました。このトルクレンチの特徴なんですけど、まずはね、ロックがここです。ここでスライドでロックになってます。なので回らなくてこれを引いて回すって感じですね。で、これをね持ってないといけないので回しにくいんじゃないかなと思ったんですが、ここが回るのでこれを引いたままこう回していけば別に今まで使ってたトルクレンチと変わらない使用感です。なんならこっちの方がやりやすいかな。それとさらにもう一個の特徴なんですけど、取り外しがこのプッシュボタン式になってます。今まで使ってたアストロのやつとかはまあ、ついてなくて普通に引っ張れば抜けるっていうものだったんですけど、僕的にはこっちの方がいいです。こういうホイール履いてるとソケットがちょっと引っかかった拍子に抜けたりしてカツンとこのリムを傷つけてしまうので、確実にこういうプッシュボタンの方が僕はいいですね。もうすぐスタッドレス交換の季節も来ますし、興味ある方は概要欄の方からチェックしてみてください。トルクレンチなしでもうフルパワーで締め込むよりはこういう安いやつでも僕はトルクレンチを使った方がいいと思います。はい、というわけで概要欄に載せておくのでぜひチェックしてみてください。はい、リアバンパー作る材料です。リアは角パイプでいきます。で、テールランプがまあよくあるタイプですね。で、これがウィンカーがねシーケンシャルで流れるんですけど、僕流れない方がいいんですよね。こういうのってバラして流れないようにできたりするんですかね。こういう電気系詳しい方いたらコメントで教えていただけるとありがたいです。それとヒッチのレシーバーですね、受け側、これをつけれればつけたいなと思ってます。まあバランス的におかしくなったりするようであればなしでもいいんですけど、なしもしくは車体側につけるとかそういう方向で行こうと思うんですけど、自然につくようであればバンパーにつけたいなと。で、牽引はね多分しないです。バンパーにつける時点でまあ引っ張るのはちょっと厳しいと思うんで、引っ張るんだったらねフレームとかそっちの方から持ってきた方がいいと思うんですけど、ヒッチキャリアをつけたいなと思って、まあジムにはもう本当に荷物が乗らないんでそんなにね大荷物でどっか行くことがあるかわかんないですけど、ヒッチキャリア結構ゴミ乗せたりとか汚れもねこう車外に乗せれて便利なので、使えれば使いたいなっていうことでヒッチキャリア用でレシーバーをつけます。で、まずは長さ決めてテールランプですね。で、テールランプも穴開けてポンってつければ終わりなんですけど、それじゃ面白くないので、こうやっぱね、ツラになるように埋め込みます。はい、また考える系の時間かかるやつです。とりあえず、長さもですけど、先に取り付け位置を決めないとどうにもならないんで、今までがどういう風についとったんかな。あ、これか。こっから来とったんか。僕はジムニーに乗ってるよりこうやってバラバラでいじってる期間の方が長いので、もともとバンパーがどうやってついてたか全く記憶にありませんでした。
ネットで画像検索で取り付けを確認して同じようにして作っていきます。まずは上の取り付け部分を作りたいので、フラットバーを、いつも通りバンドソーでカットして、ベルトサンダーでバリと R 取って、ボールバンで穴開けて溶接っていう感じでやっていきます。はい、ステイに穴開けて、合わせてみるともう1センチぐらいこう詰めた方がいいかなぁとも思うんですが、ヒッチのレシーバーつけたりするんでどうなんかな。ちょっとやっぱこいつを一回切って溶接するなり、ちょっと仮合わせしないと何とも言えないんで、まずは長さを決めます。バンパーの長さもこのボディ幅いっぱいでいくのか、それともここで終わらすのか悩むところですね。まあこっちの長さで切ってちょっと斜めにして、こう R を合わせていく感じの方が自然かな。なのでまあこの内側でカットします。材料切ってきたので、ティグで仮止めして様子を見てみます。でこのガレージあまり広くなくて、まあ、車1台入れて作業する分にはちょうどいいんですが、そんなに広くないので、こういうティグ溶接とかその辺が全部届くので、非常に1台いじる分には便利がいいです。今悩んでるのはこのバンパーをもう少し詰めるかどうかですね。この長さ的に20ミリあるんで、まあ、クリアランスに余裕を持ってももう10ミリは詰めれるんですよね。この10ミリで悩んでます。レシーバー自体は全然つけれるスペースあるので、これ、もうちょっと切って調整します。で奥行きは全然取れるんで、もう10ミリ詰めても大丈夫そうですね。はい、1センチ詰めてやっぱ正解ですね。これぐらい寄っといた方が一体感あっていいですね。で、これを溶接する前に端材で、端っこのカットちょっと試してみました。これが普通に45度カットで、反対側はこうなんて言えばいいんかな、こう45度斜めに45度カットです。これどっちで行こうか悩んだので、一旦合わせてみます。さあどっちかな。これがね、いろんなパターンあるんですよ。こう向きでもあるし、こう向きでもあるしっていうのを、実際に合わせて試せるのが自作のいいところですね。あー、これも悪くないな。これはちょっとなしだな、なんか。で今度こっちパターン、あーやっぱこれかな。これがいいな。両方のいいとこ取りっていうか。あ、これだな。まあ、これは多分他の角度はないと思うんで。ここしかないですね。これしかない。これだな。いやー、どうかな。こっちかな。わ、めっちゃ悩むな。それか角度をこれ45度で切ってるんですけど、もうちょっと起こしてもいいかな。はい、30度バージョン。あ、こんぐらいの方がいいかな。こっちかな、30度かな。45度はちょっとやりすぎですね。鋭角すぎるんで。ああ、でもまあどっちも悪くないな。悩む。こういうしょうもないところが悩むんですよね。1センチをどうしようとか、このわずか15度をどうしようとか。悩むなぁ。あーでも30度かな。30度にします。じゃあ30度で本ちゃんの両端をカットします。はい、仮付けしました。まあまあいい感じですね。で次はこのレシーバー、これが奥のフレームに現状だとドーンと長さが当たって、ここがね5センチぐらい飛び出しているので、まずこれ切っていきます。
はい、ヒッチはとりあえずこれでいいとして、次はテールランプです。これをただポンとつけるだけじゃなくて穴開けてフラットになるようにします。最初に出すの忘れてたんですけど、これプラスバックランプ。これも埋め込みでいこうと思います。テールランプを入れる穴をくり抜いていきます。で、まずはマジックで印して、で、大まかにくり抜いて、あとはもうベルトサンダーで調整っていう感じですね。で、最初はプラズマカッターでくり抜きます。こういうくり抜く系作業の時は本当にプラズマカッター便利です。で、フラットバーをガイドにして、なるべく直線になるように、後でベルトサンダーで削るんですけど、その削る量を減らすためにギリギリで切っていきます。ただ、あんまりギリギリすぎると、どうにもならなくなるので、ちょっと余裕見て切ってます。こういう R を切るときにね、グラインダーとかじゃ切れないんで、本当にプラズマ便利です。そしたらここからベルトサンダーでチビチビ整えていきます。直線部分はフリーハンドだとなかなかバシッとまっすぐっていうわけにはいかないので、5ミリ厚のフラットバーを仮付けして、これをガイドに削っていきます。そうすればまあほぼほぼ直線が出ます。はい、穴開け加工終わりました。クリアランスも結構パツパツギリギリで、 R は均等にで、直線は直線でバシッと開けれたはずです。そしてそこに今度テールランプをちょうどこの面ぐらいに設置したいので、このパイプの中にブラケットを一段作って、そこに固定するしかないですね。というわけでブラケット作っていきます。はい、ブラケットできました。で、こっち側はここから溶接できるんでいいんですけど、こっちはできないので、ちょっとベロ出して、で、裏が穴開けてあるので、こっから溶接します。で、やや引っ込み気味に高さ合わせてあります。この出す方はね、ワッシャーかませば出せるんですけど、後からこのめり込む方向には調整しようがないので、ややめり込み気味でやってます。で、めり込みすぎてしまうので、ちょっと一枚プレートかまして、で、位置決めます。 OK かな、これで。テールランプ取り付け部なんですけど、ここからね、テールランプ本体からこうずん切りというかボルトが出てて、裏側からナットで止める感じなので、裏にナットを入れる穴を開けないといけません。で、正確に移したいので、ボール盤でこの上の穴を貫通させて裏側に移します。なんか説明が難しいな、ちょっと自分でも何言っとるかわからんかったんですけど、とにかく上のこの穴をガイドにして裏側に貫通します。
これもね、表から穴開けてズボッとつけておしまいだったらもうとっくに終わってるんですけど、このメリコマスっていうこだわりで何倍も時間かかってます。で、まあ、いろいろ穴開けてるんですけど、もう水は入るものとしてます。入って、ちゃんと抜けてくれればいいっていう設計です。あ、めっちゃいい感じですね。あ、こだわってめり込んでよかった。めちゃめちゃいい感じ。で、バックランプか。バックランプ問題ですね。どうしようかな。バンパーこのままの方がスッキリしてていいんですけど、まあ、でもバックランプはどっかにつけないといけないんで、それをね、この辺にコピョッとかってつけるのは嫌なんで、まあ、それだったらやっぱめり込んで、これも埋め込みで、いこうかな。バックランプもテールと同じようにくり抜くんですが、バックランプはちょっとこう、縁があって覆いかぶさる感じになるので、テールほどシビアじゃなく、ざっくり穴開けます。ちなみにこれ倍速とかじゃなくて、通常速度、リアルスピードでこんな感じなので、本当に切断が楽です。次はバンパー下側のステーを作ります。こっちはフレームから来るステーなので、どちらかというとこっちの方がね、強度が大事です。で、スケールで長さ測って、フラットバー切って穴開けて、で、プレスブレーキアタッチメントで曲げていきます。ヒッチの受けも仮付けします。これは板厚が結構分厚いので、後で半自動で本溶接します。なのでティグで仮付けだけですね。で、パイプの端っこも蓋をします。前のフロントバンパーやった時と同じようにフラットバーを当てて、後でサンダーで切って、で、ベルトサンダーで形整えるっていう感じですね。半自動でヒッチの本溶接していきます。板厚がかなり厚いので電圧上げてバリバリ溶接できるので、こういう溶接は楽しいですね。今回もスズキットさんの製品フルコースですね。特に案件とかではないので、スズキットさん見てないと思うんですけど、もう本当にね、この道具たちは僕にとってなくてはならない道具たちです。端っこの蓋した部分は余分なところをカットして、で、ティグ溶接でぐるっと一周溶接して、その後ベルトサンダーで端っこを丸めます。はい、溶接の熱冷めてやっと完成です。今回は力作です。頑張りましたここをね、埋め込むっていうこだわりのために結構大変だったんですけど、出来上がりはこっちの方が綺麗なんで大満足です。それではテールランプつけて車に取り付けます。やっとできた。結局これも1日がかりでしたね。よっしゃ、よっしゃ、着いた。はい、完成しました。非常にええ感じです。ちょっとバックランプの主張が激しいんですけど、この周りのツヤありブラックを、バンパーと同色に塗って、レンズちょっとスモークかければ、だいぶ主張は減るかなと思います。で、この終わりも、やっぱこのぐらいでよかったですね。この斜め切りで45度じゃなくて30度ぐらいの方がやっぱ良かったです。それで、このヒッチの裏のプレート、まあ、これかなりごついプレート入れたんですけど、トレーラー引っ張るわけじゃないんで、ここまでごつくなくていいんですけど、まあ見た目的になんかこういうごついの入っとった方が、ヒッチはかっこいいかなと思ってつけました。はい、フロントバンパーに引き続いて、これまた大満足のバンパーができました。ぶつけたくないですね、これ。ぶつかってもいいためのバンパーなんですけど、このバンパーはあまりぶつけたくないな。で、今回も塗装は、しません。まあ、フロントバンパーとか、他何か塗るものと一緒に最後に塗ろうと思います。一応、チッピングか、ラプターライナーで塗ろうかなと思ってます。あー、しまったな。ナンバープレートのことを考えてなかったと、コン付けを。
ここのね、真ん中にこうつけれるといいなと思ってたんですけど、ヒッチつけてしまった。まあそれはちょっと今後の課題ですね。今日もうできないんで、とりあえずこれで完成として、またなんか思いついたらやります。で、次回はマフラーですね。やっとマフラーができます。フェンダーやらないと前後バンパーに手をつけれなくて、でやっとねフェンダーやってバンパーやって、でバンパーやらないとマフラーが作れないんで、やっとマフラーが作れます。部材は随分前に揃ってたんですけど、体調不良もあり、ハイエースの車検もありで、なかなか取り掛かれませんでしたが、やっといけますね。マフラーまで作ればだいぶ大きな作り物はもうおしまいですね。マフラー1日で終わるかな。一応触媒以降を作るんですけど、で音もね、エンジンかかんないんで、とりあえずの勘で作って、まあ、もしうるさすぎたらまた後で対策考えます。というわけで今回以上になります。この動画が面白かったな、参考になったなと思ったら、ぜひグッドボタン、それからコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。もうほんと皆様からの高評価コメントがものすごく励みになるので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。はい、リアバンパーの撮影が終わった後のちょっとおまけ映像なんですが、この本ちゃんのタイヤとホイール4本全部履くのが初めてで、嬉しくて外に出して眺めています。やっぱりね、このガレージの中で見るのと外に出して見るのじゃ全然違うくて、ニヤニヤしながら眺めています。で、完成したばかりのリアバンパーもいい感じだなぁと思って眺めてます。眺めた後はお片付けということで中に戻していきます。そして今回珍しく作業の方が先行してて、この動画編集している現在でもうすでにマフラーが完成しています。で、まあ次で多分サムネになると思うので、ちょっと予告を兼ねてマフラーこんな感じになりました。マフラー制作編は今から編集するのでお楽しみに。